相続税や贈与税の算定基準となる路線価が公表されました北部では観光客が戻り上昇に転じた一方で南部では下落傾向が続いています路線価は1月1日を評価時点として1年間の地下変動などを考慮した道路に面する土地の1平方メートルあたりの評価額です県内4つの税務署のうち奈良税務署管内では 近鉄奈良駅前の奈良市東向中町の大宮通りが1平方メートル当たり73万円となりました新型コロナの感染症法の位置づけが5類に移行し観光客の数が戻りつつあることから前の年より5.8%上昇しましたこのほか葛城税務署管内では 柏市の近鉄大和八木駅前南通りが29万5000円で1.7%上昇しました一方で吉野税務所管内は近鉄下市口駅前で3万6000円となり前の年より5.3%下落しました人口減少や高齢化の影響で10年連続下落が続いているといい 県南部の課題が改めて浮き彫りになりました。